おはようございます。28歳男性によるゼロからトイック700点を目指していく Vlog です。毎週土曜日夜19時に更新しておりますので、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークが終わってしまった。また仕事に打ち込む1週間が始まると思うと少し憂鬱なところもございますが、未経験財務部員として歩き始めてまだ2ヶ月弱、コンフォートゾーンから生まれたばかりのひよこも同然なので頑張っていきたいと思います。今週はトイックの結果も出ましたので動画の後半でお伝えしようと思います。ではではお仕事に向かいますが、ゴールデンウィーク明けぐらい晴れてくれたっていいじゃないの。もうやだ、もうマクドナルドに310円課金不渡客。このフランフランの保冷タンブラーも少しボロボロになってきてしまいました。昔野球をやってた影響か、日常で使っているものがボロボロになっていく様って結構好きだったりします。使い込まれたグローブとかスパイクとかかっこいいなーって思うんですけど、 Vlog だと生えないからどうしよっかな。お金もったいないんで多分買いません。お仕事もなかなかハードになってきたので、プロテインで筋肉を回復させつつ、近所の杉薬局で 15% オフの恩恵にあやかっていきます。フォーエバー杉薬局。机をトランスフォームして作業スペースを増やしてみました。これで勉強がはかどること間違いなしなのでやっていきましょうと思ったのですが、その前に雨も止んだことですし、エニタイムにやってきました。フリーウェイトマシンもほぼほぼ満席で絶望背中トレーニングが始まります。やはり心も体も鍛えるトレーニーたちに五月病という言葉はないようですが、混みすぎです。帰ります。東京にはマッチョ前線が到来中です。ゴリマッチョに囲まれた時は台風かと思いました。一通りの家事を終え、今日のお仕事の復習も終わったところで、最後にリーディングを1問だけ解いて今日は終わりにしようと思います。連休明けの昨日、久しぶりに出勤したら案の定とんでもない量の仕事が溜まっていました。持っている不動産をなんかこう頑張っていくぞみたいな会社に勤めておりまして、ゴールデンウィーク中も営業や開発の方々はずっと働いていたようです。それに伴い、そういった方々から販売先の予診の管理であったり借り入れのお話というのをいっぱいいただいているので、なかなか胸が躍る1週間になりそうです。でここ数日ずっと頭が痛くてですね、これもしかしてストレスかなと思ったんですけど、ツイッターで調べたら結構同じ症状の方々がいっぱいいらっしゃいました。これってもしかして気圧なんですかね。でもメンタリスト DAIGO さんによると、気圧で体調が悪くなるというのは証明されてないとおっしゃってたので違うんだろうなと思ってます。原因不明の謎の頭痛に悩まされながら今日もお仕事に向かっていきます。ちょっと眠いなって思うのはやっぱり五月病になってしまっている証なのでしょうか。皆さんには風邪を一瞬で治すルーティーンは何かございますでしょうか。僕が何かしらの体調不良になってしまった時には必ずエクストリーム長風呂をするようにしています。まあ結局は2時間ぐらいお風呂に入るっていうだけのお話なんですけど、体をゆっくり温めるだけで体調が圧倒的に良くなるので、皆さんもぜひお試しください。これをやるとガス代の請求書がとんでもないことになります。絶対に定時内で仕事を終わらせたい男、魂の代謝です。最寄り駅に着いて外が明るい時の精神状態は非常にいいです。帰る途中に業務スーパーに寄って鶏ガラスープの素を 1kg 買いました。自炊に関しては鶏ガラスープの素と和風だしの素があればなんとかなると思っている人間です。2時間の長風呂を終え、すっかり体調も良くなったところで寝る前に1問リーディングを解いて今日は寝ようと思います。明日も最高の1日にしていきます。新人財務部員の水曜日は肘を強打するところから始まります。嬉しいことにお仕事でできることも増えてきたので、圧倒的に時間が流れるスピードが速くなってきたのですが、こうして人間は年を取っていくんだなーって。僕は今年で29歳になるのですが、中身はまだまだ男子高校生のそれです。未だに同級生の友達との飲み会の最後は下ネタで終わることが多いです。精神年齢が実年齢に追いついていないのは最近の悩みです。嘘です、結構楽しくやってます。でももう少しで弱い30を迎えそうになっている昨今、そろそろイケオジになるためのステップを踏んでいきたいと思っています。そんな僕のイケオジの定義の一番はヒゲが生えていること。こちらは医療脱毛で一生ヒゲが生えてこないのでもう無理です。ああ終わっちゃった。イケオジへの道かん。米国経済に産地の崖が迫っている米地銀。あとは一人称が僕のおじさまはすごいかっこいいので、僕も僕を使って僕になっていきます。マクドナルドに130円細客。カウンターに並んで買えば D ポイントが入ったりするのでお得だとは思うんですけど、あのお昼のマックの行列に並ぶだけの体力はないので、いつもモバイルオーダーで済ませてしまっています。僕が知らないだけでマックのお得な使い方って何かあるんだろうな。
無事に定時退社ができたので今日は有楽町の時計屋さんに行こうと思います。4年間使い続けたこの革バンドをそろそろ変えていこうと思いますが、蘇る前職の記憶。もちろんプロモーションは含まないのですが、やってきたのは有楽町のこちらノットという時計屋さんです。交換の手間を省きたいのでステンレスにしちゃいました。うわい。せっかく有楽町まで来たのでご機嫌な足取りで晩御飯に向かいます。フラット立ち寄ったハンバーガー屋さん、こちらでなんと3300円です。東京って怖い。早速新しくバンドを交換した時計をお披露目しながら、今日は会社の財務状況を改めて把握していこうと思います。財務を経験する過程で以前より財務諸表が読めるようになってきたので、銀行にどこをアピールするかというのを自分なりに戦略を立てていこうと思います。っていうとかっこいいですよね。今日は朝から東京ビッグサイトの展示会に向かいます。昨晩に大きい地震があった影響でひょっとしたら中止かなと思ったのですが、無事に開催されるようです。こういう展示会に行っておくと結構アイデアがポツリポツリと浮かぶことが多いので、社内で話が出たら極力行くようにはしています。あとこれはあんまり言いたくないのですが、企業さんによっては結構いいノベルティがもらえるんです。ちなみに動画にしていないので今回お伝えすると、水筒がもらえました。やった。わー、学生の頃コミケでいっぱい来ました。懐かしい。では名称犠牲にしてノベルティいっぱいもらってきます。疲れた。1メートル歩いたら5人に営業されるってどういうことなの。僕の動画にスタバが登場する日が来るとは。コールドブリューコーヒーを頼んだら普通のコーヒーもお姉さんがくれました。あー、好きになっちゃう。ところでスタバって普通のアイスコーヒーってあるんですかね。メニューで全然見つけられなくて、唯一名前を知っていたコールドブリューコーヒーを飲んでいます。ちなみにフワちゃんの動画で知りました。あ、フワちゃんさんの動画で知りました。あー、やばい、消しゴムマジックで消される。一通り見るものは見たかなという感じなので、これから会社に向かいます。16,500歩歩きました。痩せちゃう。17時ぐらいに会社に戻って案の定仕事が終わらず、若干残業をして今日は終わりです。妻は飲み会があると言っていたので一人で松屋でご飯です。牛丼にポン酢かけるの好きです。なんと家計簿が続いています。今週は下手したらゴールデンウィーク中よりお金を使ってしまったので、戒めの意味も込めて一文字一文字丁寧に打ち込んでいきます。あっという間に花金到来。今日の夜は珍しく飲み会の予定があるので、朝は筋トレをお休みして英語の勉強からスタートしていきます。昨日の展示会で体の疲労はピークに達していますが、今日僕は無事に帰れるのでしょうか。職場でお酒を飲んで帰れなくなったことが多々ありますが、今の僕は池王子を目指す身。池王子はきっとお酒を飲んで山手線を2周するような愚行は犯さないと思うので、そろそろ次の日に響かないお酒の飲み方をたしなんでいこうと思います。こういうのって大抵の人は大学で学んでくると思うのですが、建築学科はまさに奴隷。課題をしている最中にこそお酒を飲んで、課題が終わったら一目散に帰って寝るという生活をしていました。一般的によくある質問で、時を戻すならいつがいいかというお話がありますが、僕は大学時代です。キラキラ大学生になりてー。無事に金曜日のお仕事が終わり、金曜日に今一番来たくない街、新宿に降り立ちました。元埼玉県民としてはやっぱり赤羽とか浦和で飲みたいですよね。歩いていたら偶然以前 SNS で見たスマホが洗える手洗い機があったのですが、洗いたいスマホは今動画を撮ってるこれ。そんなスマホも手も洗うことができなかった社会人がここまでの Vlog をお届けいたしました。ぜひぜひ来週の動画もお楽しみいただけると嬉しいです。ではまた。何しとんの。ちなみにトイックは555点でした。微妙。